あれも結局です。今日ですね、ウィニングポスト9、2020に続きやってみましょう。2007年9月1週からナイトスペシャル引き継ぎあり、やってます。さあ、今週、まあこの辺の2歳がレース。9月4週まで行きますか。いや、10月2週まで行くか。で、凱旋門確認して、そんな感じで行きましょう。トレブ最速。お、賢くなったね。そして、キング再び。流星はいい感じ。シルバーランド。パワーエスプラカー。海外。どうする?言っとくか。ソフィアと一緒に走る?はい、これで行きましょう。で、シュート鈴鹿 OK、 車台エース OK、 ソフィアザゴールド OK、 ソフィアクラシック OK、 ドライブシュートも組んである。で、ゴールデン、まあこいつは何とも言えない。まあ引退してもいいけどね。スピード A で1700、2100、引退するか。スピード A、 パワー B か。そうやね、まあ引退っすね、3歳になったら。流星 OK、 キング再び OK。 はい、進めます。トレブ最速ダイジェストで。ウレカドール先頭、内からぐんぐんとソルジャーオブフォーチュン、先頭変わってソルジャーオブフォーチュン、外からノットナウケイト、グラントーマス、いい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m、 グラントーマス追い上げてきた、抜けた、2番手はソルジャーオブフォーチュン、グラントーマス、ゴールイン、2着にはドーバー。はい、いいとこなし。勝ったのはグラントーマス、グラントーマス。キング再び OK、 勝ちました。さあ、いろいろいますね。ドライブシュート、ダイワスカーレット、そしてウォッカー。少女から大人へと女帝、ドライブシュート、ソフィアクラシック OK か。ドライブシュート、はい、投手 OK。
11月。いや、社大エース見る？まあ、確認する必要ないか。11月4週まで行きましょう。とりあえず、シュートキャット。まあ、こいつ鍛えて、あとは、エンブレムキング。こいつですね。ソフィア、そしてシルバーランド。おお、初戦2着か。賢さいいプラいけてない。海外厳しそうやね。まあマイナスで走ってるので、まあそれもあるね。流星、まあちょっと考えようか。ジャパンカップ、日本を世界を倒せ、重戦車社大エース。流星、どこ行くかね。まあとりあえず放牧出して、キング再びか。まあ走ってもいい。いや、海外行こうか。まあやっぱこうかな。で、どうするか。まあサウジ行っとこうか。はい、これで行きましょう。あとはこの辺が決まった。まあゴールデンはこれで OK。 12月4週まで進めても大丈夫ですね。エンブレムキング、じゃあ12月4週までいきます。キング再び、まあこっからやね。そして
てソフィア・ザ・ゴールド、スピード・シープラ、3歳になったら引退です。まあ同札クラスで車大エース、心肺機能強化ね、使います。夢のグランプリ抽選者 G1 ホース、深紅の女王、世界の夜を照らす月。シルバーランド、大物クイーン、ダメね。まあこれ引退、引退かな。シュートストーム、まあこれも微妙。まあとりあえずシャダエース、これで2500いけます。ソフィア・ザ・ゴールド、これも3歳になったら引退。ソフィア、もう微妙やね。はい、OK。キング再び。はい、OK。ソフィア・ザ・ゴールド。勝った。まあこれはきついっす。衰えきてますね。ソフィアクラシックでドライブシュート、お、クイーン、なかなかいいやん、強いやん、成長してますね。で、流星。ソフィア・ザ・ゴールド。で、シュート・鈴鹿。で、流星。流星。はい、OK。相変わらず強い。いいね。はい、イエツ安定。ドライブシュート引退です。ダイワスカーレット、さすがね。で、車大エース。まあ、これは衰えきてましたね。で、トレブ最速。はい、これも引退。キング再び。まあ、これは使います。で、キングゴールデン、これ引退しよう。で、リュウセはもちろん使います。ソフィアクラシック、使う。さあ、溢れまくってます。ドライブシュート、まあ、これ残します。で、トレブ最速、これもちろん残す。これ楽しみですね。
クイーンダルタワか。まあ、これも残すか。バラカミは残します。で、キングローズ。バラ一族。これも残して、いやダルタワやめとくか。あ、これね。そうやね。これもいいね。どうすっかな。売ります。ここちょっと残したいね。で、あとこれ。クイーンネイビー。ブロードアピール、売っちゃいます。あとは、クイーンタム。とか、フェザーキングとか。クラブ。クイーン。アドマヤムーンか。アドマヤムーン売ろうか。ガリレオ、フライト。まあ、フライト売ってもいいか。フライト売ります。まあ、この辺もね、売ってもいいね。ゴールデン。はい、オッケー。内パクさん。これ面白いけどね。どうすっかな。大物です。これは残すか。遅め。まあ、これクラブで。はい、これはいらない。これいいね。これ売却。早めか。これも使いやすい。遅め、印なし。早め。まあ、一応残す。フォゲッタブルはクラブです。フェザーキング、これクラブ。はい、クラブ。まあ、これもクラブですね。
これもクラブで。惜しい。クラブ。まあ、これもクラブで。万世。はい、クラブ。で、クラブ。シーザースターズを使います。クラブ。はい、クラブ。早め。いいね。遅め、印なし。万世。はい、クラブ。早め、印なし。まあ、クラブで。はい、これもクラブですね。20丸。はい、残す。これ惜しい。クラブで。キング。お、ダート中距離、超物。まあ、これは残しますか。はい、これ惜しい。これはいらない。クラブ。早め、20丸。遅め、カッパギ、印なし、超大物。いらないっす。クラブで。シュートキャット。シュートキャットが、レインボーか。レインボーと柵越えかな。で、エンブレムキングが、リーダーやったかな。まあ、これ残すか。覚醒。はい、こんな感じでいきましょう。はい、設定終わりました。キングってついてるやつが超物です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。交代はしないっす。まずは印チェックしていこう。シルバー覚醒、これは大物です。はい、これで OK。 印ついてるやつが自家生産場超物。ちょっと能力チェックして今回終わりたいなと思います。キング再び、ソフィアクラシック、カーミンエース OK、 シュート鈴鹿。まあ、これ悪くないんですが使いたいレースないんですよね。なんで引退です。シュートストーム、
まあ、これもやね。ソフィア、これも引退します。まあこれも引退でいいね。絞っていきますよ。大物クイーン、これも引退です。でソフィアザゴールド、ドーフダクラス、まあこれも引退で OK かな。ということで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。